皆さんこんにちは、ムクミンフィッシングクラブ、ムクミンです。どうもこんにちは、ナベです。さあ今日はジギングタイラバに来ました。よっしゃー、久々やね。久々ですね。今回もヤマハの新スタイルを使いまして、はい、福井県小浜に来ております。今日は、パイセンがパイセンも今カメラマンをやってくれてます。いつもの釣り仲間で一緒に今日は3人で楽しみたいと思います。はい、で今日はちょっと面白いことをやるんだよね。そうですね、ただ釣っているだけじゃ面白くないので一つゲームを考えてきました。はい、何でしょうか。自分の飯代は釣って稼げ、オバマでピーカツー。今日は釣った魚にポイントを振り分けまして、うん、釣った魚のポイントかける100円で今日の晩御飯のメニューが決まるというゲームです。おお、楽しみやね。それはじゃあ何、例えば1ポイントだったら100円だから100円分のものしか食べれない、はい、そうです ねやばいね。それはやっぱ大物にはそれなりの大きいポイントがついてるので、はあ、一撃20ポイントとか、うん、2000円、うん、でその中で一番ドベの人が3人の中でね、そうですね、ドベの人がそのポイント代の分のご飯をゴチすると全員分おごるというルールですね。やばいね、パイセン。どうする？やばいね。俺3000円、パイセン1500円だったら4500円分をムクミンがおごるってことだよね。自分のもありますからね。でも、だムクミンいつも0ポイント何も食べれんよ、今日は。俺、いつも坊主やね。加点だけじゃなくて、例えば変なゲドを釣れたらマイナスポイント。まさかそのゲドって ESO。 エソが釣れたらマイナスポイントにしてます。高いやん。まあ釣れてもね、玉ぼこにするだけなんで。じゃあちょっとこんなもう10時20分うかうかしとらへんで、はい、早速竿をやってみましょうか。はい、本日もご視聴よろしくお願いします。スタート。ポイントだけど、はい、まず1ポイントは、はい、カサゴ。カサゴが1。うん、はいはい。で、は畑とサゴシが3ポイント。おで、マダイハマチが5ポイント。5ポイント。で、サワラとメジロが7ポイント。で、ブリが10ポイントね。おブリ10なんや。ブリちょっと高いよ、10ポイント。お1本1000円。なんかちょっと安いね。ちょっと安い感じしちゃうけど、ね、で、ヒラマサ。お、ヒラマサ。ヒラマサが15ポイント。王者は15ポイントですか。そう。ね、ヒラマサが一番高いかな、15ポイント。で、ESO さんが、マイナス3ポイント。マイナス3ポイント。で、それ以外の魚が釣れたら、まぁ、あ、ちょっと、その場で。その場で判断と。フグ、フグ。あ、フグ？フグおりやけど。フグ、マイナス3ポイントやな。やべえ、フグ。ちょっと頑張っていこうか。たくさんポイント稼ぐぞ。今日は焼肉おごってもらおう。何、いきなり、いきなりヒット？でも寝魚だよ。いやそれでもポイントだから。いや、ポイント制ですよ。あ、なんか上がってきたよ。肘型じゃない？広いよ。この方？肘型だ。3。もう3ポイント。3ポイント大きいじゃだ。ナイスイエーイ。ナイスー。やった、キジバタや。ボトム落としたら釣れたんすか。ボトム落として巻いたらすぐ釣れ。マジっすか。ビビビビって今当たり分かった。当たり分かった。で、そのまま巻いとったら倍戦3ポイント。やった、300円分とりあえず確保しましたね。まあまあいいサイズ。いいサイズだね。ラッキー。ちなみにあれだね、とりあえずアンパイのタイラバが鍋とパイセンで、うん、僕は今ひたすらしゃくってますよ。夢見てジギング。ジギングしてますよ。一発でかいのドンで。美味しいのが食べたいの。僕の針先には秘密のワームワームがついてる。秘密のワーム、はい、何つけたんですか。それは内緒やな。匂い出るやつだよ。匂いはあるかな。タコガーリーや。タコガーリーってないよ。ネタかな空中で。はい、とりあえずは3、ね、3分。確かに300円ぐらい欲しいね。ちょっと頼みが持ってこなかったな、防衛で。それはズルジギングやで。ズルタイラバやで。すげえやな。で生餌使っていいの。ほら、なんでもあるよ。ペチェン、エギング持ってこい。買ったな。イカ釣ってくるわとか言って。イカもイカマイナスってやばくない？
ミカがジグに引っかかってくるかもしれない。タルイカおるかもしれないよ。あ、タルイカ前なんかジリング戦で日中釣り取ったよね、去年。うん、いいね、一撃3000円。マジ当たってる。ちょ、俺もタイラバやろうか。よいしょ、タイラバにチェンジ。タイラバでいくぜ。あー、みんなジギングやらずにタイラバになっちゃったよ。なんとかして釣らなあかんで、みんな飯食いてえもんで。うわー、感度すごい。感度今盛り盛りだね。なんだろうねこれ。おっ、ねだ。ボトム着丼ね。あ、取れた。あんま釣れんかな。手がかり外れバイト。うん、ピャンって跳ね上がった瞬間にボーッ。当たった。ポールで今コンコンコンってポールでビンビンビンってなったんやけど、ボトム転がったんじゃないのかな。そんな風になる。落ちとる最中にビンビンビンって。お、あ、あ、なんで合わせた。乗った。合わせちゃったよね今。なんかおるみたい。なんかおるよね。あ、でも感度は薄れたけど、ズンズン。60m から60、そんな大きくは前後しないです。あー、今上すごいわ。上におる。中層。お、ヒット。マジ？たぶん寝魚。ヒッツ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 。ナイス。ボブを向けてくれたらいい。何ポイントかな。何が出るか。きたー。キージーじゃない？キージーベイト。キージー。キージーベイトゲット。ナイス。あ、キージーは？ん？何ポイントだっけ。キージーは3ポイント。3ポイントや。1300円。とりあえずおにぎり2個分ゲット。ナイスです。ありがとうございます。ゲット大好き。すごい。もう秘密の、これが秘密のワームか。そう、バクリー、バクリーフィッシュ。今はね、 10から20メーターやね。30メーターに対して10から20メーター。サビサビこの針。うわ、インチクインチキ本家本元。よっしゃ、ヒット。マジか、タイラバ強。ダス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 。なんか小さそう今回も。青旗頼むで。あの、総裁だけはやめてほしい。あ、え、そんな可能性もあんな。ある。総裁だけは勘弁してほしい。で、タイラバ僕に連発したので、誰かはジギングをやめてタイラバにしようとしています。僕です、ムクミンです。くるくるくる。おお、またキージーやん。イエーイ。ちょっとちっちゃいでリリースだねこれは。でもポイントは加点。3ポイント追加。600円。アメさん現在6ポイント。あざ、タイラバ強。こういう時はタイラバやね。飯は食えなきゃ意味がないんすよ。一発逆転あるでね俺は。パイセンがタイラバおじさんになった。あ、タイラバおじさんや。キジャタリリースします。はい。釣り釣りやれって聞いた。俺もそれどっから聞いたことある。なんて釣れる釣りをやる。今は24m。ヒット。マジで、ちょっと大きそうこれ。叩いとるやん、なんか。え、叩いてない。首じゃね、首じゃね、全部かもしれん。ちょっと待って、頼むでさ、ゼロポイントだけ勘弁してよ本当に。あ、来た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 。さっきよりは大きいよ。なんだ、めっちゃ引くやん。え、でこ、キージーやん。でこ、でかヒラメやん。あ、違うわ、キージーやん。でこ、でか。
よっしゃナイス9ポイントわ加点したまたナイスキージさあ900円かもうちょっと欲しいな 100% 頑張って10匹釣ってさ1人3000円くらいにしてさあいつに怒らせましょう国民に怒ってもらおうぜいや俺まだ1匹やでさ全然挽回チャンスあるよ俺はえ奥が今餌釣ったらマイナス3になるってことそうあそういうことエソ連発したらやばいやんやばいマイナス9とか12になるねマイナスからのスタートやでマイナス15で平正ドーンやなプラマイゼロ平正作るのにプラマイゼロ、うん、あーバレたうわバレた今黙ってあげようとしたやろバレとったバレとって、あ今黙ったやろ今バレとったよのーあバレたハマス入れたマジ で, んでマジですごいねめっちゃ格好したね、この後のすいませんどうせやなちょっとちっちゃそう、これイージーか黙って、あのムクミンの顔にピタッとつけたろかなめっちゃ黙っとったもんイージーやないいことじゃないおいいじゃん、いいじゃんイージーイージー、4匹目12ポイント12ポイントさすがばっかやいや、キージ狙ってないからキージしか狙ってないからねキージでポイント稼ぎそうポイカツポイカツピーカツやねピーカツ成功うわ、オバマでピーカツしてやがるどんどんピーカツポイント貯めていこうやべえ、離されていくぞ、どんどんバイさんやばいっすよやばい右肌10本くるけど白いんやお、なにこれ馬ずら馬ずらあ、タモ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 のがいいあ、逃げちゃったあ、ここにある、ここにある船外機の後ろこれ1ポイントなるなるなるペラの横におるっすこれ馬面っしょ馬面っぽかったね、今あ、こっち来た、こっち来た行けあ、ポイントだ逃がすいけるあ馬面あタモが重くてさ進んでかんの水中でそうマジえそヒットヒットは平場平場ここからナイス上げてきてるいや下道をやめて行きましたヒットちょっと重い？ちょっと重いけど。大きそう？大変。何やろ？ねえ、切り旗で落としてほしい。これでも S やったらマイナス0ポイントね。ねえ、やめて。S はありえんけど。来た来た。何？お、イージーやん。イージーやん。マジか。パイセン。いい。パイセン6ポイント目。おめー。ちょっとちっちゃいね。そうだね。30なんかそうか。まあちっちゃかったらリリースやねはいキジハタしか釣れんか今日キジハタだけキジハタすら釣れんわ俺はいいね明確な当たりが分かってるドバンってドバンってまあ時間も時間なのでちょっと戻りつつそうですね探しながら探しながら戻りますかマリナにね行こうおるかなラブランかなお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でしたパイセンモーツでしたお疲れ様でしたさあじゃあ今日のピーカツピーカツ結果発表いきます
最終的には、はい、僕が12ポイント肘旗4本の12ポイント、うん、パイセンが2本、肘旗2本、6ポイント6ポイント、僕はラストにカサゴ1匹で1ポイントというわけで、ムクミンの負け。よっしゃ、今日もダメだった俺ギリギリ最後に肘旗1本、ギリギリカサゴ1本取っただけだ、ちっちゃいやつね。美味しいご飯が食べるですね、パイセン。あー、600円食える俺。600円。俺だな、俺だけだな、美味しいご飯食べるな。すいません、ありがとうございます。あ、マリーナの人たち、今日出た人たちに聞くと、どうも餌しか食わなかったというらしいですことなので、まあ、言い訳として釣れた方じゃないかなと思います。今日の勝負は、P カツムクミンが僕たちにポイント還元してくれますので、ありがとうございます。美味しいご飯を食べましょう。食べに行きましょう。いや、楽しかったね、今日も。楽しかったですね。やっぱ会場に出てやるっていうのはすごい、うん、雰囲気があって面白い。本当ですね。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今回のオバマのピーカツいいなと思った方は、高評価のグッドボタンポチッとお願いします。お願いします。お願いします。これから海釣りでいろんな釣りにチャレンジしていきますので、チャンネル登録をしてお待ちください。お願いします。動画に対するコメント、感想をお待ちしております。よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイクー。さあ、飯、はい、今日のピーカツ飯です。ちゃんと100円分のむくみと600円分のパイセンに、豪華な12ポイントの豪華な豪華な1200円分のトラです。こっちです。ハマチ釣れなかったので、ハマチもうそれ食ったらすぐ帰るでね。で、腹減ったら早く食べようか。うん、もうそれじゃダメよ。じゃあ食べてください。いただきます。おいしい今日のご飯終了です。ごちそうさまでした。バイバイムック